元幕内の十両、琴恵光・佐渡ヶ岳が23日、都内ホテルでゆかり夫人との披露宴を行った。2人の出会いは2016年で、船の上。もともと、神父の兄と元大関の琴昌菊が知り合いで、琴恵光の付き人とも顔見知りだったという。こうした縁から琴恵光とも親交を深め、出会って1年後、2017年から交際に発展した。 その後、琴江光の故郷の宮崎に行く際、福岡空港のデッキで飛行機を見ながら、結婚してくれ、とプロポーズ。昨年9月に婚約が発表された、琴江光は1月場所は重量4枚目で出場も3勝10敗2球最高位は前頭4枚目。披露宴にはタレントデビ夫人も出席した。